いねえかって気は他に。チューブブラフランチ。貯蔵ですか。そうだ。人類のための棺桶があるとして、その蓋に最後の釘を打ち込んだのは企業の連中だよ。そうか。奴らは自分の利益のためだけにテクノロジーを悪用し、私腹を肥やし、その行為に伴う被害を無視した。うん、お？なんだこれは。この破壊の跡を見ろ。お。自動警備システムはすでに始末されたよ。これディテクティッドなんか出たぞ。うん。ああ、ボスがやったのか。BOS の手によるものが。残念だが違う。見てみろ。空の薬莢はおろか、血の一滴すら見当たらない。血がない。インスティチュートの人造人間に襲われたんだ。人造人間。そう、何回も出てくる。ロボットと同じようなものか。インスティチュートに作られたテクノロジーの悪用の典型例だ。おう。アボミネーションどもが人類を改善しようという腹積もりだったのだ。許されることではない。奴らが存在すること、それ自体すらもな。映画俳優みたいな顔してんな、こいつ。人造人間、インスティチュートってなんだ。インスティチュートとはなんだ。対戦が始まった折に、地下に潜った科学者たちの集まりだ。この数十年の間、テクノロジーが生み出した悪夢を連邦各州に撒き散らして。科学者の集まりか。じゃあ警戒しよう。警戒しておこう。了解した。移動しよう。うん。なんかああいう感じの映画俳優いたよ昔。乱雑の極みだが、まだいくつか BOS が興味を持ちそうなものを持ち出せそうだ。そうか。音を済ませたら後の掃討および回収作業のためにこの場所を記録に留めておかねば。そうか。何もないんだけど、俺にとっては。歯ブラシ？虚しくなるな。なんか完全にスカベンジャーになってるよな、俺。はい。行き止まりのようだ。おう。ドアを開ける方法が見つかるかどうか、試してみてくれ。ドア？私は辺りを見てくるとしよう。ドアって、あそこか。ターミナルだろう。これか。パスワード管理。うん。アーキテクトシステム。自分の役割を果たしてください。パスワードが追加されました。QYB3N。メモっとこう。QYB、あ、これ、スジタさんのやつで。わかった。覚えなくていいやつだ。なんだっけ？え？細かく覚えてねえな。パスワード覚えてんだよ。自分で。ああ、わかった、これだ。パスワード。自動で。セキュリティドアコントロール。ドア開く。アクセス中。はあはあ、別にいいよ。よくやった。あ、いった。人造人間の。やばいやばい。見えねえよ。心掛けの問題です。おお、ゴズワーズやったな。あ、俺はこれじゃねえよ。目覚まし時計欲しい。地球儀は。今なんか倒したやつ。ショックバトンいいな。全部もらっとこう。え、こいつは。あ？おおおお、大丈夫かおい。ん？戦闘開始。おお、あれあれ、わからんわからん。人造人間どこにいる？これか。あ、こんなものです。そうだな。おお、帰ろ帰ろ。
マシンガンタレットだったのか。それで戦ったのか。強えな、あいつ。ここは？おや、やばいやばい。これぐらいだ。あ！せっかく52個ぐらいあったのに。やった！うん、ちょっと待ってくれよ。取るもん取っとかねえと。どうした？施設の大部分に忌まわしい人造人間どもが侵入している。いや、いいんだよそれは。お前が倒せば。俺はクラフトの材料さえあれば。さっきここ倒したよな。赤いよ、赤い。お、ボードは大したこと。おい、死んでる死んでる。よし、いいよ。見てみろ、スクライブたちがここで派手にやったようだな。スクライブってなんだ。ああ、初期か。あ、女の子たちね。送信機があるのはコア最上部の制御室だろう。うん、どうもエレベーターを死んでいるようだ。最上部。今は先に進んで施設の電源を回復する方法を探さねば。え、どこかに予備電源があるはずだ。主室のメンテナンスエリアを探してみてくれ。ああ、私はここで方法を見張っている。わかった。何、予備電源をつけたら一番上に行けるってこと。危なくねえこれ。ジャンクジェット、重さは？ビンゴだ。あ ?29 R でジャンクジェットにアイテムを充填します。コズワーズ。おい、聞いております。フルチャージすると最大の電…私のものはあなた様のものです、旦那様。そうだな。ちょっと待ってくれ。俺今何も…お前、山高帽だけでいいんだよ。これいらん。これもいらん。これか。ダメージ40。ジャンク。ファイヤーレート。アキュラシーウェイト。ちょっとわかんねえ。言ってることがわかんねえ。いらん。フォーカスインスティテュートライフル、レーザーライフルでもがいいから今んとこいらん。ファイアレート66、レンジ227、レンジ203、ファイアレート50。ちょっと遅いけどいいや。ショットをチャージします。フルチャージすると、それが必要ってこと？じゃあ持っとくか。重さいくつあんの？あ、もう持ってないよ俺。これか。アークジェットシステム、アークネットパスワードが必要です。これさっきの覚えてたんじゃないのね。いけ。真面目にやんなきゃ。これで1個？うわー、これもう一回やり直した。これバカなの。ノーラックやね。ライディゼロ、ライクは消えた。やった。あ、偶然当たった。電源オプション。予備電源オン。制御室に行く。
動いてる。オッケー。コアの電力を回復。ちょ待ってくれよ。セーブしとこうぜ。せっかく成功したから。サーマルエンジン、燃料供給。待機状態に入ります。あ、なんか戦ってる戦ってる。なんか押さなきゃいけんじゃん。これ押したぜ。これもか。どうやらターゲットは命令を承認。カウントダウンを開始します。カウントダウン、お、戦おう。あれ開かない。ちょっと待って。ちょっと待って、開いた。どこにある？あ？ 1。エンジン点火。あとは？やべやべ。死んじゃったよ俺。サーマルエンジン、燃料供給完了。ああ。命令待機状態に入ります。あれ？なんで俺死んじゃったの？エンジンスタート。命令を承認。カウントダウンを開始します。どうしたの？あ、俺え、あ、あれでやられるんだ。ちょっと待って待って。死ね。あいつなんで平気なんだよ。俺あれで死んだんだよさっき。もしかしてあいつはドラゴンボーンか。やべえな。試験点火終了。オプションバラディンダイモン。性能評価は 96.7% です。てか生きてんの知ってるけど、どういうこと？俺手伝わなくていいってことなんだ。大丈夫か？死んでる。ダメだ。なんてことだ。大丈夫か？もう少しで丸焼きになるところだった。だがこのパワーアーマーのおかげでどうにかバラバラしたにはならずに済む。嘘だろ。俺もパワーアーマー着てたぞ。命があるってことだ。そして今だ。更新機のところに行く道もある。急ごう。だいたいお前ヘルメットもつけてやねえかよ。おかしいだろ。どう考えても俺の方がちゃんとしてるよな。奴らめ、営業室の中までも撃て。ああ。いっちゃい。オッケー。余裕じゃん。結果さ、乗らないから迎えに行ったってんの。奴らも送信機を狙っていた可能性がある。ん？そうなの？俺なんか一緒に戦えなかったから損した気がするよ。あ、オッケーオッケー。あとは？ん？なんだろうね。あ、いっぱいあったわ。どこだ？なんか今見えたぜ。こっちだ。あ、あれだ。わかった。これだ。灰になってたわ。ディープレンジ。
業務用のエレベーターで地表に出られる。うん。どっから？ここじゃねえの。あ、ここか。出よう。あ、今度は来たね。パラディンダンス？無駄話はたくさんだ。いや、べきことがあるだろう。あ、コスアスが。ちょっとエレベーター狭いと思うんですけど。あ、いた。パラちゃんがいないじゃん。まあいいや、もうあいつ。クイーンズベリールールにのっとっていないようですが。どういうこと？クイーンズベリールールって何？出て。貯蔵庫に異常は見当たらない。移動しよう。おう。パラディンダンス。もっとすんなり行くはずだったんだが、ともあれ任務は完了だ。うん。すんなり？すんなり行くはずだった。うまくやれたと思うが。みんな生きている上に送信機も確保した。これ以上細かくケチをつける必要もあるまい。そうだな。これで終わろう。まあこんなものだろうな。そうとは限らない。それはともかく、議論すべき重要事項が2つあると思う。何よりもまずディープレンジ送信機を渡してくれ。それから作戦における助力に報いよう。この武器が役立つだろう。一般的な BOS のレーザーライフルを私なりにカスタマイズしたものだ。戦いで役立つだろう。ありがとう。フュージョンセル50ライトオーソリティ。へえ、俺のやつよりもいいのかな。ありがとう。ありがとう。どういたしまして、市民よ。さて、次の事項についてだが、こちらから一つ提案がしたい。これまでいろいろなことが山のように降りかかった。任務は悲惨な結果に終わりかねなかったが、お前はよく平常心を保ってくれた。まるで兵士のような抑制力だ。そうか。資質があることに疑いの余地はない。スカベンジャーだろう、これ。お前なら二つの道を選べるはずだ。あちこちをさまよい歩いては、わずかな報酬を求めて、その場しのぎの仕事を受け続けるのに、いや、ゴミ拾いしてただけだよ。さもなくば、BOS に入って、この世界に生きた証を残すかだ。ほうほう。さて、どう思う？いやいやいや。期待していいのか？入ったらどんな楽しみが待っている？お前は我が配下に入ることになる。命令には従ってもらいたい。もう雇われ仕事はなしだ。本物の使命が待っている。高度な軍用兵器の使用及び専用のパワーアーマーを持つことも許可されるだろう。 そして何よりもまず BOS がお前を支えていく。命を守るためなら血を流すことも厭わない覚悟でな。申し出はまだ有効だ。当てにしてもいいか？じゃあ参加しよう。参加できることを光栄に思う。彼らの助けがあればショーン坊ちゃんを見つけられるでしょう。あ、そうかもな。その答えが聞きたかった。警察署に来てくれ。そこで詳細を詰めることにしよう。そうか。あ、終わった終わった。いろいろともらったな。おお、あ、アーマー着てきてよかった。持ちきれないぐらいだった。コズアス帰ろう。とにかく。ただひたすら荷物を拾ってただけなんだけどな。終わりだ。テスラ。テスラって磁力の単位だ。